お食事処松岡。お食事処松岡へようこそ。店主の松岡義嗣です。黒木場良薬の岡本信彦です。家には電話しないでください。お願いします。誰ですか。どうも葉山明役サービスです。はい、お食事処松岡ブルーレイ &DVD 特別版をですねお届けしていますが、大丈夫マイベースマイベース、はい、大丈夫。我々3人でチキンカレーを作っています。はい、お二人が、今切る工程と、炒める煮る工程を、やっていただいたのですが、まあ、次は、素揚げを先ほど切っていただいた、これらをこれらこれね楽しみ。それアスパラ1本揚げね。俺が切ったやつですね。穴子感覚で1本で揚げるぜ。これをやると、はい、これはもう松岡君が、はい、僕がやらせていただきます。なるほど。やっぱよく家だと揚げるってこと。いやそれがですね、衝撃的な発言をするんですけど、素揚げはやったことないです。嘘。はい、初体験。初体験です。来ました。なんで今日ここで素揚げに。いや流れ的に。そうですね、はい、長いものには巻かれていこうっていうね。悪い大人に騙されてね。あるある、よくある、はい、はい、では素揚げさせてよ。素揚げてよ。誰。では、野菜を素揚げていきます。よろしくお願いします。お願いします。先生。もうすでに、フライパンの中に、こう、いい感じの量の油が、あったかくなっておりますんで、何から揚げましょうか。では、これ茄子とかね、これズッキーニ多分いっぱい油吸っちゃう系なんですけど、どうしましょう。茄子から行こうかと思ってますけど。茄子から行きましょう。何でもいいんじゃないかな。ありますか。松岡流で初めての素揚げ。いきます。入ります。重い。重い。大丈夫かな。邪魔っていかないかな。無音。ジューって言わないの。これちょっとまだ温度がね低かったかな。低かったんですね。けどね、澤部さん素揚げあるんですか。いやあんまやらないね。そうそう、あんまやらないけど。揚げ物ってしますか。揚げ物なかなかしないね、あんまり天ぷらとかは家ではね、やらないですよね。そう、やっぱり揚げたて食べてサクっていうのが美味しいじゃないですか。だから天ぷらとかは家でやるよりはお店行っちゃった方が美味しいかなって。おお、ビビる。やんちゃやな自分。トーク中にやるなんて。さすが。どうですか。ナス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 。あえてもうここはね、何の言う前。なるほど。あのフードコーディネーターさんがすごい心配そうに見ている。ちょっと火強くなってきましたね、先生が。若干、はい、一回消した方がいいかな、はい、まあ上がったなって思ったらこっちに上げてったら、これはもうね、あの義嗣目線で OK。 いいんですか。そうそうそう、葉山だったらこう、上がったって感じだけど、これはあの相馬的にはどの感じで。僕的には見た目、目力でいきます。目力、こっち、ね、あ上がったっ、はい、黒木馬方式ね。どう、すごい顔してるよね。眼力上がってる、眼力上がってる。般若みたいな顔してるけど、きたー。それでわかる。分かった。大丈夫だ。いいよ、まあ、あの松岡君判断で、これはね、あくまでも俺たちの男の手料理だから、上がったと思ったら、たとえこれは生煮えでも俺たちの情熱で煮えたことにするから大丈夫だよ。噛み切れるから。これどっちかな。これ油多いからこっちの方がいいかな。油をさせた方がいいかな。でしなしなしなってナスだとなっちゃうから、気をつける。逆の方がいいかな、ところな。油麺の方が、あの断面の方がいっぱい、すごい、びしょびしょになる。シワシワしてます。あ、おいしそうですね。すげえ、お風呂長く使ってた感じになっちゃった、これ。手みたいになってますね。しかも、これ、揚げ、なんかこう、置いた時にシワシワってなりますね。シワ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 、見てください、このカメラさん、物撮り。この変化。見ました。本日の特選素材でございます、これ。おただのナス。うん、はい。のぶくんの、岡本くんのこの、行っちゃって。行きますよ。バトンタッチした。温度大丈夫かなこれ。まあいいや、行きます。勢いだ。頭から行きます。ジャバー言わない。また無音。アスパラ、澤部さんも大好きですもんね。そう、アスパラ大好きね。食べ過ぎるとおしっこゴムの匂いする。やめてください。言う人がいる。あ、そういうの。表面がすごいことになってきました。うん、マジ。うわ、すげえ、花咲いてきたね。いいね、いいね。いいんじゃない。なんか雰囲気が良くなってきたよ。まあどこまでで上げるかは松岡君次第だから。そうですね、
まあ上げてもいいんじゃないかな、ね、これっていう雰囲気ね、ちょっと上げてもいいんじゃないかなっていう、ちょっと置いとくね、これ、ね、すいません、ね、いつまででも待ってるよ、はい、うん、それが色が変わるまで待ってるよ、うん、茶色になろうと思う、黒になろうと思う、もういいんじゃないかな、試しに1個上げてかじってみるっていうのはどうかな、これそう、数少ない穂先をいくからいや、さすがに穂先は、うん、これリアクション芸を見るってことですか、ダイレクトであれでってなる決まってんじゃん一回ちょっと置いてね、置いて置いて軽くね、油切ってから、ね、からぐらいのがせめて、ね、なんか一番太そうなところを気をつけてね、ちょっとね、いや、あ、じゃあそれ、それいいんじゃないかなっていう、それめっちゃ夫婦してから熱いよ、でも絶対熱いよ、スーパー夫婦絶対熱いよ、熱いよ、熱いよ、もうちょっと絶対熱いよ、もうちょっと絶対熱いよ、やらない、さすがに危険ですからね、ノブくん、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、10分待って、10分ダメだよ、ダメだよ、あれダメ、言うてもあった、熱い熱い熱い、それされるぞ、意外と俺やんちゃない、いや、いいリアクションしますね、パサパサ、いやいや、じゃあちょっと私がいただきます、え、もう全然 OK、 本物ですか、じゃあもうあげましょう、いい感じいい感じ、あ、でもアスパラの匂いちゃんとしますね、いいね、いい、なんかすごくさすが緊張しますね、一本残しだね、一本残し、すごいよ、ラスボスは最後に、なんかものすごい雑草感出てきたよ、あ、いろいろ開いちゃって、すごい剣みたいになってますね、なんか本当だ、すごいすごいな、強そうだな、これもこれ岡本君だからね、え、一本は、あ、さあ、ありがとうございます、はい、じゃあここあとオクラとかね、はい、美味しいですよね、オクラあります、オクラあげちゃう、どうなるんですかね、パプリカとかね、ここで水分ありそうなやつ、そうです、あとズッキーニをどれが食べたい、一番食べたい何、オクラです、オクラですって、オクラはなんかオクラがどうなるのかちょっと知りたいです、あげた時に、はい、ネバネバのあのオクラが、これなんか早めって無音ですね、でもはやもう鉄板の、なんでだろう、火ついてます、まあね、何の音にもないんだろう、まあね、オクラもシワ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 、オクラ好き、こうね、ネバ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 オクラと納豆とモロヘイヤ、うん、合わせたのとか子供の頃嫌いだったんですけど、うん、なんか大学生あたりから好きになってきましたね、そうなの、うん、やっぱなんかネバネバ系が好み変わったんだ、変わりました、大人になってきて、はい、あー、なんか子供の頃食べられなかったものがなんか食べられるってありません？俺ね、本当ね、小学生の頃お刺身とか大嫌いだったの、だお寿司とか大嫌いだったんだけど、あんな美味しいもの、そう、でもなんか友達の誕生会かなんか行った時にお寿司が出たのよ、したらみんなむさぼるように食ってるから、すげえ負けんの嫌いだから俺も食うっつって食ってたら、あ、意外とうめえかもって思うようになって、そっから好きに、意外となんですね、しかもスタートは最初、いや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 、バカやうまいみたいなそういう感じ、まあ、食わず嫌いなところも正直あったのかもしれないけど、でも今の方が絶対おいしいって、昔のそのスーパーで買ってきたさ、ちょっと冷凍解凍のマグロみたいなのって本当おいしくなかったもん、そんなに、あ、なんですか、今はおいしいですけどね、で今はおいしい、めちゃくちゃその冷凍技術とか食いの技術がものすごく発達したから、発達したんでしょうね、そうそうそう、僕ビントロ好きなんですよ、ビントロですか、リーズナブルでかつ柔らかく美味しいっていう、これね、赤身が好き、今赤身、お肉もそうだし、お魚もマグロとかもそうだし、赤身が今好きで、脂が少ないところ、自分でたまに赤身の買ってきてね、漬けとか作るけどね、おお、すごいですね、うん、さあ松岡君、はい、着々と、はい、パプリカ、パプリカいきますね、そう、松岡君は現場でもこう結構ね、あのマイペースにね、こう地道にこうセリフ勉強してる感じがあるよね、そうですね、あの孤高の狼みたいな、狼ね、狼か、確かにこう髪の毛ちょっとウルフ感が、ウルフ感があるじゃないですか、うん、そう、あちょっと向こうに、え、何、うん、聞こえなかった、ここの子猫感があるよ、ね、あれこれ来ない、あれ来ない、おお、常に狼にこういうこだわり派なるほど常にそうだから、あの曲げない、よくね、こう一人でこう休憩中も練習してたりとかね、そうなんです、するよね、でそれに対して、うん、あの女の子たちが話しかけに行くみたいな、うん、そういう構図ですか、そういう構図ですね、でもなんか昔よりどんどん体がでっかくなってるイメージです、あ、なんかパンプアップしてんの、あ、異常してますけど、胸でかくなったよね、はい、そうですね、ボインちゃんかい、いや、下野さんほどではないですけど、来た、あ、同じ事務所のね、はい、じわじわ上がってまいりましたが、うん、ね、そうですね、うん、松岡さんから見たお二人は、ね、チームカンペ読みました、どうですか松岡君から見て、まあ別にね、今回この作品が初めて共演ってわけではないけどね、はいはい、うん、とはいえどうですか私たちの印象は、そうですね、最初に会った時のイメージとか、じゃあそんなところからそこからですか、
や僕あじゃあすみませんあの諏訪部さんから、はあ、あいいんですかありがとうございます僕はですねもう、はあ諏訪部さんとお会いして、生であの演技をとかあの、はい、ナレーションとかやっぱあの、うん、テレビとかで聞かせていただけるじゃないですか、うんなので、うん、それを生で見た時 の、うん、あの僕の気持ちと言いますと、うん、あのこんなこと言っていいか分かんないですけど、うん、あの大丈夫だよいざという時は殴るから嘘嘘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 大丈夫、はい僕はですね、うんあのこうラスボスと言いますか、なんかすごいあの喋る言葉に説得力があるのが、もう本当にあ勉強させていただいておりますあとんでもないじゃあ一つ言っとこうパプリカ大丈夫かのぶひこさんはですね、やっぱりあの最初が僕があの6年あ5年ぐらい前の頃から、うんうん、あののぶひこさんが主役をやられてる作品とかに出させていただいたりしたんですけど、あの時も僕あののぶひこさんに聞いてみたいことがあってって言って隣に来て最近の趣味は何ですかっつって、そんなことを？そこじゃないね、マイブームじゃない。はい、あのなぜそんなにボールドに合わせられるんですかっていうのを聞いたのが分かんない人がいるかもしれないけど口パク合わせられるのかってことですね、はい、要するにね、はいあれが本当に難しくて最初の頃は、うんだったんですけどその時に信彦さんからアドバイスを受けておっ、何て言うの慣れそれはある意味俺天才だからなみたいないやいやいや当時の自分を殴ってやりたい俺も全然できなかったもん本当に。本当ですか？もう難しくて分かんなくてどうしていいのかさ。そうなんだよね。だからそういうのは慣れですよ。でもまあこうやって今ねもうバンバン主役もいっぱいやってますし、もうむしろさ最近なんかさ、はい、もっと若い子たちからね、はいはいはい、松岡さん尊敬してますとかっていう話を聞いたことあるよ。ありますあります。どうですか？うん、いやすごいストイックにね、それがどん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 全力でやってるその姿勢みたいな感じで、それが本当にプレッシャーになってくるんですよね。ちゃんとしようちゃんとしようって言って、うんうんまあ、最近だとやっぱり、うん、あの事務所の後輩とかも、うんうんたくさん出て増えてきた一緒の現場とかになるわけじゃないですか、うんうん、そこでマネージャーに言われるわけですよ、うんうん今日その子入ったから面倒を見てよろしくねって後輩の面倒を見ろよって言われるわけですか、はいそしたらですね僕はあのちゃんと後輩のことを見ていようって思って、うんうん、ずっとじーって見てたんですよ、うん、それはそれでちょっと危険な香りですね、まずいね、それね、うん、そしたらって見てて演技してる最中バーって見てたんですよ、うんうん、だから後輩の方がですねその子はあの女性の方だったんですけど、うんうん、ますますやばい感じ、まずいね、うん、そしたら、うん、あの休憩の時に、うんこう松岡さんはいあの私何かしてますか？私大丈夫ですか？はい、大丈夫です。あ、すいませんって言って逆られたのがなんか悪いことしちゃったような気になっちゃって、逆に見過ぎちゃったからなんかやらかしてんのかなみたいな感じで思っちゃったのかね、気にしちゃったんだね。だからあんまり見ないで適度に見た方がいいなって。そうだねずっと見られるとちょっとそこからだったか。あ、なるほど。あ、でもいい感じに上がって、うわ、揚げ物感すぐ超あるね。今一番出てるよ。いいね。あ、もう大丈夫そうですね。いけるいける。これちなみによくわからないですけど、うん、あのカレーに入れるんですかこれ？だからだいたい素揚げとかしたやつは、うん、ルーに入れちゃうと本当はパリッとしたりとかカリッとしたりとか、うん、サクッとしたりだから、うんうんうん、トッピングとして。うん、ああ、そうなんだ。って感じだよね。まあ中入れてもまあ、うんうん、ダメじゃないけどね。なるほど。うん。でもまあ揚げた感じの食感残してんだったら一緒に煮込んじゃうとぐじゅぐじゅになっちゃうから。そうなんですよ。結局溶けちゃいますもんね。うん、まあ食べる直前とかだったらそれもありかもしれないですけどね。なるほど。はい。お、完成。はい。はい、では工程その3、素揚げ以上です。お粗末。涙目になって大丈夫か？うん。本当に？分かった。